アーチーリーグ・ッドウィン3世は、アメリカ合衆国、アーカンソー州リトルロック出身のプロバスケットボール選手、NBA のフェニックス・サンズなどに所属していた。アーカンソー州プラス機群にあるシルバンヒルズ、高校時代には2度アーカンソー州のミスター・バスケットボール、マクダナルズ・オール・アメリカンやパレード試選室のオール・アメリカンチームに選ばれるなど実績を重ね、ケンタッキー大学へ進学。 一年次からスターターとして平均14.1得点に4.6リバウンド2.7アシストをマーク SEC オールフレッシュマンチームに選出された。一シーズンプレイした後に2013年の NBA ドラフトでオクラホマシティサンダーから一順目29位で指名を受けその後三角トレードが行われフェニックスサンズへ指名権が移動した。入団後から数年は D リーグとの行き来が多かったが、3年目の2015から2016シーズンでは、エリック・ブレッドソーや、ブランドン・ライトの怪我に伴い出場時間が増加し、1月26日のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦で、シーズンハイの26得点2月2日のトロントラプターズ戦で、キャリアハイの1 2アシストをマークした。2016から2017シーズン開幕直前の10月24日に、 ロスター整理のため解雇された。2016年11月7日、ニューオーリンズペリカンズと契約したが、11月20日に解雇され11月30日に D リーグのチームと契約した。2017年3月15日にブルックリンネッツと10日間契約を結んだ。三月十五日に二度目の十日間契約を結び四月四日に複数年契約を勝ち取った。 しかし、7月28日に、ネッツは、グッドウィンを解雇したと発表した。2017年9月6日、ポートランドトレイルブレイザーズとシーズンキャンプに関する契約を結び10月13日に解雇された。ありがとうございます。